こんにちは、アンゴロです。今回は最近話題の一攫千金プロジェクトを検証します。一攫千金プロジェクトは FX の自動売買ツールで億万長者になれるプロジェクトです。ツールが稼ぎ出す利益がすごくて、なんと年利 13万%、 これはすごい。複利運用が可能な自動売買ツールが日利 2% で資産を増やし、10万円が1年で1億3000万円になると発言していたので、年利 13万%で間違いないです。つまり元本10万円が30日ごとにこの表のように増えていきます。365日後は1億3774万円。プロジェクトの主催者は加藤浩二氏。お笑いコンビの加藤浩二とは別人です。加藤氏は50億円分の暗号通貨を保有する資産家です。2018年12月にクリプトシェアコミュニティというプロジェクトを開催して資産の証拠画像を見せていました。しかしその証拠画像がクリプトフォリオという資産管理ツールにそっくりなことが問題になりました。これが証拠画像です。クリプトフォリオはコインの保有枚数を自由に設定できるので、資産の金額をいくらにでもできます。例えばこのように120億円も設定できます。加藤氏は証券マンの時に築き上げた人脈を生かして、現在は暗号通貨のインサイダー情報を共有する有料コミュニティを運営しています。コミュニティで紹介した ICO は最低でも30倍になると説明していましたが、結局 ICO ではなくアービトラージとマイニングの自動ツールが紹介されたそうです。そのツールを使って稼げた話は入ってきていません。果たして今回の自動売買ツールは本当に10万円が1年後に1億3000万円になるのか。動画ではツールの詳しい仕様は語られなかったので、セールスの内容に嘘がないかを確認することでこのプロジェクトが信頼できるかを判断します。まず気になったのは加藤氏が自動売買ツールの利用者に証拠画像を送るように頼んだシーンです。すでに20名の人が自動売買ツールを利用していて、どのくらい稼いでいるか聞いてみましょうかと加藤氏はインタビュアーに提案しました。インタビュアーはぜひと回答しました。加藤氏はちょっと待ってもらえますかと言った後、ポケットからスマホを取り出して画面をフリックし始めました。そして7秒後に送りましたと言いました。スマホを取り出してからわずか7秒でメッセージを送るのはあまりにも短すぎます。加藤氏がスマホを操作している間、インタビュアーはずっと声を発していたのでカットはありません。この状況から加藤氏はスマホをいじってメッセージを送信するふりをしただけの可能性があります。次にこのプロジェクトは送り人適性テストというものがあって、25問の心理テストに回答することで億万長者の才能があるのかを判定します。判定する能力はこの6つです。情報収集力、忍耐強さ、行動力、判断力、集中力、影響力。心理テストの内容はこれです。よくある心理テストで誰でも簡単に回答できます。問題数は25問のはずでしたが、なぜか22番が2つあって全部で26問になってます。このテスト、どこかのプロジェクトに似てると思いませんでしたか？そうです、タートルズプロジェクトのペンタグラム分析に似ています。ペンタグラム分析は大口顧客の資産を運用するプロトレーダーの才能があるかを判定する心理テストです。送り人適性テストとペンタグラム分析で判定される能力を比較するとこうなります。同じなのは継続力、行動力、判断力、集中力。ちなみにペンタグラム分析の結果はネットで調べた限りでは全員の検証結果が一致して全員が試験に合格しました。では一攫千金プロジェクトの適性テストはどうなのか検証してみましょう。設問の選択肢ははい、いいえ、どちらでもない、選択しないの4つがあります。
22から25は文章で回答する問題です。そこで2つのアカウントで正反対の回答をしてスコアがどうなるのか試してみました。まず1つ目のアカウントの結果は送り人指数30点中28点合格。2つ目のアカウントの結果は送り人指数30点中28点合格。おめでとうございます。グラフが似てるな。重ねてみましょう。 GO! 一致しました。一攫千金プロジェクトの自動売買ツールが本物なのかはまだ分かりませんが、自動売買ツールは稼げないものが非常に多いです。動かないものすらあります。一攫千金プロジェクトの自動売買ツールの購入を検討している人はツールのアルゴリズムを聞いて専門家を交えながら日利 2% を稼げる可能性があるシステムなのかを確認してから購入を検討することをお勧めします。以上、一攫千金プロジェクトの検証でした。また次回お会いしましょう。